7月14日、ボルドーにて。ジャンヌ・ダルクはもういない。ああ、この世は虚しきものとなった。イングランド軍はジャンヌを異端者として裁判にかけたが、研ぎ澄まされた心の持ち主ジャンヌを罠にかけて罪を認めさせることはできなかった。しかしジャンヌは最後まで自分の信念を曲げず、イングランド軍はジャンヌに有罪の判決を下した。ジャンヌは火炙りの刑に処された。しかし、ジャンヌの死は無駄ではなかった。ラピセールの名のもとに、フランス国民は農民も貴族も一丸となって武器を取った。王などいなくてもカスティオンのイングランド要塞を攻めるのだ。勝利すれば今度こそイングランドを追い払うことができる。私のこの命をオルレアンの乙女に捧げよう。愛するフランスを救うためならば命など惜しくはない。は必ず撃ちます。ジョセビーヌ閣下、軍が命令を待っております。
Thank you.
Thank you.
ブルゴーニュ軍の備蓄資源を奪いました。ジャンヌなしではどうにもなるまい。覚悟しろ。行くぞ。Libe. Libe. Libe. Was
멋있었어. 私の話はここで終わりだ。最後にふさわしい日だ。Was ist das?
大事な司令官は今どこだ？Thank you.
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 Bye.
Fait. Да. Certes. Pirates.
Bûcheron. Bûcheron. Pastisor. Pastisor. Thank you.
Pastisor.
Thank you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 .
一世紀にわたった戦いではイングランドの勝利が続いた。しかし一人の乙女が状況を一変させた。百年戦争は終わった。ジャンヌはフランス国民に祖国を愛する気持ちをよみがえらせた。全ての人がもはや領主や君主の民ではない、フランスの民なのだ。ジャンヌを忘れることはないだろう。すでに何百という町でジャンヌの彫像や肖像画が作られている。異端の判決は後に覆され、ジャンヌ・ダルクは聖人とされた。歴史の流れを決めるのは武力なのだろうか、偶然の出来事なのだろうか。15世紀のフランスの歴史を決めたのは一人の裏若き乙女の意志だった。わずか17歳で一国の軍の指揮を取ったのは歴史上ジャンヌを置いて他にはいない。